夜で先行ボーナス12まで終了となってしまうんですが、いけるかな。はい、このドーナツ6個を作る必要があります。今ちょうどローズ白が200個、そしてこれ9個集まっているので、あと3つですね。結晶出てくるかな。よし、これでとりあえず作ろうとお届けしよう。そしてグラニュー糖を4個交換仕様になります。はい、アイスを作ります。これですね、これはそのままレア素材、結晶とか必要なしに作ることができるので、そのまま作っていきます。はい、あとはこれを8個作ってしまうとグラニュー糖と交換できるかな。レア素材4、半分か、出現率これはきついな。でその後ドーナツを作ろう、ケーキを作ろうがあるので、何個必要になってくるでしょう。今回はレアたくさん出た。やったね。はい、ではちょっとこれを持って交換しに行きます。はい、まずはグラニュー糖を交換。そしてイブちゃんのところに行ってアイスをお届けします。クリアですね。はい、ローズのドーナツとケーキが3個ずつなので、とりあえずこれ交換しないとダメだし、はい、ちょっと戻ります。はい、これでどこまでできるかな。1、2、3、これはできますね。しかもしくじったかも。これ3つでよかったから、シュガー2個分余分でしたね。でピスタチオが必要だからあと9個必要になります。あー、しくじっちゃった。レアの結晶ドロップが9個でした。ということで7なのであと2個ですね。ギリギリでいけるか。うわー、刻むね。マジで？マジか。やっと出た。はい、こんな感じね。ちょっと意地悪されちゃうから、多めに作ったのは無駄にしたのはもったいなかった。
ピスタチオ3つ。はい、これでどうかな。はい、足りない。1個は作れるんですけど、あと2個分ですね。それこそ1個残るから9個あればいいのかな。はい、ローズの白があとちょぴっと足りません。なのでこちら収穫して、まあでもこれあと1回収穫すれば絶対余裕でクリアできると思うので、今日中のクリアは確実となりました。さあ頑張ろう。このねローズガーデンのブランコゲットできるように頑張ります。イベント自体はあと1日明日までやっているので、まあ皆さんこちらのローズガーデンの背景クリアできるように頑張ってやってみてください。はい、では模様替えをしていきます。土台を変えます。お、こんな感じになるんだ。そしてこれをつけると、あ、これも可愛いですね。後ろにパンダがいて、で手前にあのずっとこうバラが咲いてるような感じ。個人的にはこれすごく好きです。可愛い。はい、生垣もちょっと増やせるようになりましたね。ちょこちょこ足していくと可愛いかなと思います。噴水も足しておきましょう。うん、ローズガーデンやっぱり可愛いですね。模様替え終了。それ以外何かできるものはあるかな。見た目、あ、笹から変えれますね。なんか山盛りになってる。どうしよう。そばかすも作れます。あー、ちょっと日焼けしたみたいになってるけど、これはいらないかな。はい、この前の別な通常クエストでもらったいちごちゃんを作っちゃおう。今セット中なのがこちらになっているので、ちょっとしょいすぎなので頭を外そうかな。周りの竹も外そうかな。はい、こんな感じにしておきましょう。ちょっとシンプルにね、ローズガーデンのイベントらしくしていきます。はい、かわいいですね。ではラストちょっと頑張っていきます。体力満タン。お花もいっぱい咲いているので、このタイミングならきっとクリアできるでしょうということで来ました。はい、ローズのケーキを作っていきます。そうだそうだ。はい、まずは収穫ですね。30ぐらい収穫すれば丈夫じゃないかな。レア8個、13個になりました。これでいけるかな。お、いける。やったね。あー、間に合った。はい、結構今日はギリギリ目でしたね。はい、お届け。バラの香りに包まれて幸せ。はい、ということでプ
事クリアできました。よかった。はい、ポリマのところで少しお買い物していこうかな。お、かわいい、ロングヘア交換します。そして、あ、この髪型もいいですね。なかなかないから買っとこう。はい、そしてスカートセットアップも買います。カンカン帽も買ってしまいましょう。そしてここら辺ですね、生垣だったりするところ、10個ぐらい買おうかな。と、この角ですね、6個ぐらい買います。はい、池の小道もちょっと買っときましょう。で、こんな感じでお部屋に戻ってちょっとチェンジしてみます。はい、イメージガラッと変えていきましょう。お庭帳をチェックで、設計図からローズにします。変更。はい、そうすると今買ったことで、あ、程よくここ囲いができてますね。もうちょっと数があるとぐるーっとこう囲えるのかもしれません。まあでも大体いい感じかな。はい、元のイブちゃんがいるお庭と比べて、ここをこうしたいなっていうのがあったら、そこを買い足してあげるとうまくいきます。あとはガチャの景品とかなので、まあ、回すしかないですね。さて、先行ボーナスでもらったものはどこに行ったのかな。これですね。はい、程よく触れさせればいいのかな。端っこに、ここら辺に配置しよう。できるかな。で、あと、あ、小道はいい感じで使ってもらっていて、あ、こことかも、もうこれで使い終わってる感じなんですね。これもうちょっと個人的にはこうやって足してあげたいかも。これで終了にしちゃいましょう。はい、いろいろ買い足すとね、良さそうなアイテムあるので、ここら辺とかちょっと足りないなと思うところとか、まあ買い足してあげるとまた素敵に仕上がるかなと思います。はい、というわけで今回のイベントも無事クリアすることができました。最後まで応援ありがとうございました。ではまた次回のクエストでお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。